大井競馬、11レース、東京杯、1200です。能力偏差値ですが、A ランク1等、B ランク2等、C ランク3等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています指数は青色の折れ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなりますこの黄色線を上回っていれば高指数と判断できますその他の競争条件も同時にプロットされていますので様々な適正分析が可能です例えば3走前の競争条件を見ていきます距離は紫色の丸です3走前は1 4 0 0メートルとなります 一角角通過順位はオレンジ色の四角です。三走前は1番手となります。着順はピンク色です。三走前は1着となります。枠は緑色です。三走前は二枠となります。馬場状態はグレーです。三走前は不良馬場となります。開催場は指数の上の数字または漢字です。三走前はコーチとなります。馬体重変化は黒色です。それでは指数グラフを使い解説していきます。 暫定二重丸を打っています。六枠十番、シャマルです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは A ランクとなります。金五層では、前層、二層前に黄色線を上回っています。特に二層前は、黄色線を三重上回る。優秀な指数をマークしています。能力的には、一歩リードしています。連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。 今回は千二百メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、二走前はオレンジ色の着順が一着で、紫の丸が千六百。千六百が適距離ですが、過去一年、千四百以下の出走履歴がありません。千二百への距離短縮適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。 右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が4頭います。先行タイプが3頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ハイペースが予測できます。先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は花を切っての競馬です。 鼻を切って逃げが必須のタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は91で3位です上がり指数は45で3位です平凡な先行力で逃げられないリスクもありますハイペースは大きなリスクになりそうで展開面は若干のマイナス評価をした方がいいですレース間隔を見ていきます横軸一目盛りが2週間の1回催を表します今回は 15週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くか大きなリスクがありますレース間隔はマイナス評価していいです次の馬を解説していきます暫定丸を打っています1枠1番エンテレケアです能力偏差値は2位で偏差値ランクは b ランクとなります金5層では2層前4層前に黄色線を上回っています特に2層前は 黄色線を16上回る優秀な指数をマークしています能力的には2番手グループの一角で連帯資格は十分です指数の青線の傾向を見ていきます指数の山と谷が交互に来る傾向があります交互タイプなら今回は指数を上げる順番です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が1昨年の10月は 紫の丸が1400、1が敵距離ですが、1200も守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は花を切っての競馬です。昨年の10月は2番手からの競馬です。逃げ、先行が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は82で5位です。上がり指数は43で5位です。 平凡な先行力で先行できないリスクも若干あります。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。8枠13番、イグナイターです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、3層前、4層前。 5層前に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が1400 5層前は紫の丸が1600 1600が適距離ですが4層前の紫の丸今回と同距離の1200ではまずまずの指数をマークしています 1200も守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一走前は5番手からの競馬です。5走前は2番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は93で2位です。上がり指数は44で4位です。まずまずの先行力で、前目につけられそうです。展開面は 若干のプラス評価していいですレース感覚を見ていきます今回は15週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くか大きなリスクがありますレース感覚はマイナス評価していいです次の馬を解説していきます暫定白三角を打っています7枠11番黒字市場です能力偏差値は4位で偏差値ランクは c ランクとなります金5層では 5層前に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3層前は紫の丸が1200 5層前は紫の丸が1200 1200は敵距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3層前は後ろから 5層前は6番手からの競馬です。先行もも差しも良い自在タイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は51で9位です。上がり指数は58でトップです。まずまずの上がり指数で、差しが効きそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。レース感覚を見ていきます。今回は、0週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。 レース間隔はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。四枠六番、チカッパです。能力偏差値は五位で、偏差値ランクは c ランクとなります。金五層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、二番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、二層前は。 紫の丸が14004層前は紫の丸が16001400が適距離ですが1層前の紫の丸今回と同距離の1200ではまずまずの指数をマークしています1200も守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は3番手からの競馬です4層前は3番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです 展開分析シートに切り替えます。先行力は71で6位です。上がり指数は41で7位です。平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干あります。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。レース間隔を見ていきます。今回は、15週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。 レース感覚はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒の星を打っています。7枠12番、A トラックスです。能力偏差値は6位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は紫の丸が14005走前は紫の丸が14001400が適距離ですが1走前の紫の丸今回と同距離の1200では低指数となっています1200は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は花を切っての競馬です 5層前は花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は95でトップです。上がり指数は41で8位です。楽に逃げられる高い先行力を持っています。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のプラス評価していいです。レース感覚を見ていきます。今回は15週間の休み明けからの叩き2戦目となります。 叩き2層目の上積みを期待できます。レース間隔はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒の星を打っています。6枠9番ギャルダルです。能力偏差値は7位で、偏差値ランクは d ランクとなります。金5層では3層前に黄色線を上回っています。能力的には上位馬には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと、3走前は紫の丸が1400、1400が適距離ですが、2走前の紫の丸、今回と同距離の1200では低指数となっています。1200は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3走前は4番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます。先行力は6。1で7位です。上がり指数は30で11位です。先行力上がり指数とも平凡でさせないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。レース間隔を見ていきます。今回は2。2週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。 過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った10番の対戦成績は13番に対し0勝一敗と負け越しています10番の対戦成績にはリスクがあります暫定丸を打った1番の対戦成績は有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません暫定黒三角を打った13番の対戦成績は10番に対し一勝0敗と勝ち越しています 13番の対戦成績は高評価できます。暫定白三角を打った11番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。暫定罰を打った6番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは1番エンテレケアです。能力偏差値は 2位の B ランククですす展開にリスクはあります枠順と調子を高評価しました。対抗丸を打ったのは10番シャマルです。能力偏差値はトップの A ランクです。距離と展開とレース間隔と対戦成績にリスクはあります。黒三角を打ったのは13番イグナイターです。能力偏差値は3位の B ランクです。レース間隔と 枠順にリスクはありますが展開と対戦成績を高評価しました白三角を打ったのは11番黒字市場です能力偏差値は4位の C ランクです枠順にリスクはありますが距離と展開とレース間隔を高評価しました×罰を打ったのは6番チカッパです能力偏差値は5位の C ランクです展開にリスクはありますが レース間隔を高評価しました以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながりますぜひ指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです次に 全レース公開の PDF に掲載しておりますシンプルグラフを紹介しますそれではシシンンププルルググララフフへ切り替えますシンプルグラフは表示範囲を過去5層に絞り指数グラフより簡易に能力判断適正分析が可能となりなますシンプルグラフの見方ですが過去5層の指数を青色の折れ線で表しています四角の中の数字は着順を表します黄色線は連帯目安で この黄色線を上回っていれば連帯確率が高い指数となります下部にはコース情報を表しています上部にはレース間隔を表していますそれではシンプルグラフにて評価上位場を解説していきます20丸を打ったのは6枠10番シャマルです過去5層の指数を見ていきます1層前は浦和1400にて黄色線を5上回っています2層前は船橋1600にて 黄色線を30上回っています3層前は黄色線を黄色線を8下回っています4層前は黄色線を3下回っています5層前は黄色線を3下回っています次の馬のシンプルグラフへ切り替えます丸を打ったのは1枠1番エンテレケアです過去5層の指数を見ていきます1層前は黄色線を黄色線を10下回っています2層前は船橋線にて 黄色線を16上回っています。3層前は黄色線を12下回っています。4層前は裏は1500にて、黄色線と同じ指数になっています。5層前は黄色線を17下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。黒三角を打ったのは、8枠13番、イグナイターです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は裏は1400にて、黄色線を6上回っています。 3層前は東京1600にて黄色線を6上回っています。4層前は今回と同条件の多い1200にて黄色線を4上回っています。5層前は盛岡1600にて黄色線を9上回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。白三角を打ったのは7枠11番黒字市場です。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を黄色線を6下回っています。 3層前は黄色線を3下回っています。4層前は黄色線を5下回っています。5層前は今回と同距離の京都1200にて、黄色線を5上回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。×を打ったのは4枠6番、近っパです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を黄色線を5下回っています。2層前は1下回っています。 3層前は黄色線を10に下回っています。4層前は黄色線を3下回っています。5層前は黄色線を20に下回っています。以上、偏差値上位場をシンプルグラフで解説してきました。この統一指数によるシンプルグラフは、全レースをノートにて公開しております。全場のグラフを1ページに配置し、一覧性を高めております。全レースの PDF の入手先は、この動画の注釈にリンクがありますので、 ぜひご利用ください。最後に、ノートにて公開しております。全女、全レースの指数グラフ PDF をご紹介いたします。ノートの URL はこの動画の説明文に記載しておりますので、ぜひご利用ください。このシートは、過去5層の出走履歴と統一指数を一般的な馬柱にて表示したものです。次のシートです。このシートは、 動画で紹介しております指数グラフの各場の一覧です過去1年の出走履歴と指数をプロットしているフルバージョンの指数グラフとなります次のシートですこのシートは過去5層に絞ったシンプルグラフとなりますまずはこのシンプルグラフでの能力判断から始めてみてはいかがでしょうか次のシートですこのシートでは上部の表はレース予想動画でも紹介しております適正分析後の評価一覧となります 指数グラフから読み取れる各種適性について表示しております下部の表は展開分析のデータとなる各馬の先行力とその順位各馬の上がり指数とその順位となります右隣は一角通過予想図となります次のシートですこのシートは推奨レースの動画紹介しております全レースの本命馬について勝利確率推奨ランク 適性と能力比較ごみの推奨リスクを表示しております。この推奨リスクを参考に馬券戦略を練ってみてはいかがでしょうか。